皆さんこんにちは、果樹衛星の旅レポート再び皇居からお出します。ご存知二重橋の、ここに後ろに教えてここがあり綺麗ですね。はい、大手町丸の内のオフィス街、晴天です。風はちょっと冷たいです。これがまた、今度はね日比谷公園、桜田門を経て日比谷公園の方にあって、まあ、ちょっとホテルでお茶をして、あとは有楽町の方もあってね、まあ、銀座まで行くわけませんけど、ちょうどいい散歩コースです。素晴らしいお天気にも恵まれました。じゃあ果樹衛星の今日は二重橋前からお送り出します。はい、またお会いしましょう。